はい、じゃあどうしましょう。あやかのイベントこれ、30分ぐらいで終わるのかな ?30 分45分ぐらいで終わるって聞いたんで、それやって、で、それ終わったら、参加型やりましょう。リアエミコ使いますね。うん。さあ、あやかが可愛いらしい。行こう。結構長い。30分45分ぐらいじゃない？あれ？こっちの方で誰かが言い争ってる声。先輩、俺たち長年の付き合いで、もう本当の兄弟みたいなもんだろう。俺は真剣なんかで勝負したくない。怖いことしてるやん。何をひよっている？何をひよっている？君。剣術を知らないだって？剣術のことならこの旅人は超一流なんだぞ。このど、このムカつきドヤ顔ホタルン可愛いな。何？先輩、ここは一時休戦して、まずはこいつを追い払わないか。ああ、私も異論はない。何やこの一刀流の奴ら。ノリ、なんか感じ悪いわ。手合わせ願い。どうなってんだ？なんでこっちに向かってくるんだよ。わからせよう、わからせよう。先輩、今のはどういうことだ。この若者、たった数手で俺たち二人をここまで追い込んだぞ。マジでたった数手だったわ。この一刀流の名を世に知らしめる機会だと思ったのに。メカジキ二番大隊長だぞ。そうだぞ。入れる前に頓挫するとは。ボンドの栄誉騎士だぞ。おおよい。あ、シャブ行だ。文武伝心剣術大会、シャブ行主催。うん。見たところ。シャブ業がやってる大会みたいだな。ここで綾香ね。よしよし。聞いてみようぜ。あ、こっちか。おめえか。メガネくん。旅人にパイモン。旅人にパイモン。まだらめだ。あいにくシャブ業様もお嬢様も今日は公務があって屋敷にいらっしゃらないんだ。いや。綾香いないんかい。あいつらに会いに来たわけじゃないぞ。今日初めて演舞伝承のことを聞いたのなら。まだ知らないと思うけど、お嬢様はめったにない機会だっていうのに何をためらってるんだ。なんか知らんモブが来た。演舞伝心に参加できることを誇りに思わないのなら参加証を持ってる必要もないだろう。ヒロタツ、口を慎め。黙れヒロタツ。に対する口の聞き方じゃないぞ。メカジキ二番隊に隊長に対して失礼だぞ。まだらめさん、別に彼女たちを侮辱してるわけじゃない。おむしろ高く買っていてな。さぞかし立派な英傑だと思っていたんだが、見たところ大したことなさそうじゃないか。ああ？気迫も感じないし、剣の腕も気迫も感じない。剣の腕も平凡。でなきゃとっくに参加を決めてるはずだ。は、知らんかっただけやし。言葉が過ぎるぞ、広達。旅人は武家の出身ではない。考え方も違うだろう。このメガネくん配慮できるメガネやん。侮辱してるやん。侮辱してるわけじゃないっつって。よし、お前は見る目なし野郎だ。ひでえな、銀遊野郎、見る目なし野郎。新滝はなんだっけ。新滝にもなんかあだ名つけてた。減らず口を。減らず口を。腕前は口先だけで証明できるもんじゃない。このヒロタスは正真正銘の武人だ。あ、ホラを吹いて名声を得ようなんてことはせん。じゃあな。除名は減らず愚痴をや。これからさせてもらう。ムカつくなこいつ。さっき伝えそびれたけど、今日お嬢様は離島へ向かい、綾香は離島にいるのか。ヒイラギ様とこの大会について打ち合わせをする予定になっている。久しぶりや。そうだったのか。なら離島へ行って綾香に会いに行こうぜ。ちょうど演舞伝承についてもっと近くなったからな。レロ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 。ここで綾香ね。離島で神里綾香を探す。綾香めっちゃ可愛かったって聞いたが、期待していいのかな。綾香の匂いがする。上だ、こっちや。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。綾香、佐藤、なっつ、ここ稲妻で一番最初に来たとこやん。お久しぶりです。最近は稲妻にいらしたのですね。声がいい。紳士代行と呼ぶのです。にゃるほど。今回私が紳士代行を務めさせていただくことになりました。あやかが将軍様側ってこと。わお、そうだったのか。この大会が人気な理由がやっとわかったぞ。影響力のある方に広報大使になっていただかないとと
将軍様はおっしゃいました。ですから、紳士代行の役割が務まる人は彩香さん以外いません。こちらは八重堂の小野寺さんです。あ、だよね。様々な祭事の企画を担当していて、私たちの助手でもあります。小野寺、一番有効的な方法は投票を行うことです。はい、投票。紳士代行は模擬試合で華麗な服を身にまといます。以前は将軍様が衣装を指定していましたが、今回は将軍様の許可を得て選択権を観客に。皆さんは春号や秋葉など四季の風物詩をなぞらえた衣装の中から選んで投票します。なるほどね。有里さんには最も票を得た衣装で模擬試合に参加していただく予定です。で、ここで彩香のフォンテーヌ衣装に票が集まったんや。有能やな。投票は佐藤、あれはなんだ。あ、あれですか。あれですか。何ですか。旅人さん、あの、少しよろしいですか。二人で抜け出しましょう。どこから話せばよいのでしょう。手紙。はあ、やはりあなたの目はごまかせませんね。実は紳士代行を担当してもらいたいという話をいただいたとき、目切れすぎやろ。本当は少し不安だったのです。この役割をちゃんと果たせるかが心配で、だから手紙を書いてあなたの意見を聞こうと思ったのです。なるほどね。悩み事ならいつでも相談して、どしたん話聞こかの精神でいこう。2日後まで待つ。 OK、 じゃあキングクリムゾンで明後日まで吹っ飛ばしましょう。キングクリムゾン。え、これ初見で勝てるかな。来い。爆発使いましたけど、どうぞよろしくお願いします。弱っ。弱っ。怖い。広立つ、さっきは私のことをコケにしてくれたな。栄誉騎士の力見せてやるよ。くっ、この目がくってなんのがいいね。主人公かっこいいわやっぱり。はーい、ほい。あ、全然ダメ。強い。広立つ、あ、さっきあんなにジャスが決めてたのに。いや、ここはねウルト切っちゃおう。これ特殊なガード状態でしょ。わー、ナイス。いや、強すぎる。爆発強くね、これ。決める。早かったか。はい、オートガードです。触れば触るほど傷を負うぜ。ナイス。もう人がいっぱい集まってるな。オイラにも見せてくれ。オイラにも見せてくれ。オルツィ城事件簿は気鋭の人気作品だからな。オルツィ城事件簿、面白いし、挿絵のフォンテーヌ衣装も特徴的だ。それにオルツィ城の身分は神里家の御霊城にふさわしいと思わないか。フォンテーヌ衣装を着る彼女を見れるの。オイリ、何言ってんだこいつら。なんか状況がいまいちわからないな。掲示板を見てみろ。演武伝心の衣装の投票項目は、お願い、やい、私の戦火宮司にオルチ城事件簿。八重堂の宣伝や。待て待て、この間言ってた投票って稲妻の四季の風物詩じゃなかったか。青も修正しただろう。コスプレ大会。これはちゃんと聞かないとな。今すぐシャブ業へ行って彩香に聞いてみようぜ。彩香のコスプレ大会になってしまった。神里さん、このような重大な失態を犯したのは私たちの責任です。今すぐもう一度投票を行わない。その際にしっかりと説明します。いいえ、小野寺さん、少々お待ちください。まだ他の解決方法があるかもしれません。小野寺よくやった。票を取り違えたことは私たち大会陣営しか知らないこと。そうです。一般の民衆は
投票に問題があったことにまだ気づいていません。それに模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて特に不平や不満の声は上がっていませんでした。むしろ逆にそれに驚いて喜んでいるようです。コメ欄も喜んでいるようです。大会の目的は普段の服装とは違いますが、慣れるように頑張ります。いやさすがは私の彩香や、もういい子すぎる。模擬試合で最大限の実力を発揮していただくために読者用の行事の衣装をこの2日間で神里さんの体型に合わせて調整します。彩香の体型に合わせて、はい、お願いします。私が測定します。上司に乗るな。旋風攻撃。お主の武芸は大したものだ。ありがとうございます。この勝負拙者の負けでござる。ついに今回の演武伝心剣術大会の優勝者が誕生しました。旅人の優勝です。旅人と神里さんは共に将軍様の特使である人形、人形からくり剣士魔宮剣豪と戦います。魔宮剣鬼やん。皆さんまたお会いしましょう。あれ彩香は、あ、これ屋敷から出てくる。おーめ雑魚じゃん。ひろたつ、分からせてやったぞ。ひろたつ二人とも来たか。全然へこんでなさそうなんやけどこいつ。いいえ、ひろたつかよ。先日の試合で旅人はもうお前に勝ったんだ。それに優勝したし、もう言うことないだろ。そうだそうだ、安心してくれ。今日は困らせに来たわけじゃなく謝りに来たんだ。あら旅人、先日の試合は見事だった。君は剣術に精通している。技の出し方もキレはあるが威圧感がなく品格をうかがえるものだ。あら、この前は君のことを軽んじてしまった。無礼な態度をとって申し訳ない。許してくれ。別人や。二人はお嬢様を迎えに来たんだろう。旅人、お嬢様のこと頼んだぞ。めっちゃいいやつになってる。できた。バクテか。お、彩香が出てきたぞ。おお。いや、国政の回答さ。ヒロタツの顔、顔芸やろあれは。いやーいいね。あ、桜のマークついてんだ。顔がいい。でも彩香の衣装知ってたしな。でもヒロタツの顔がやばかったわあれ。ああみたいな。本当ですか。遊び心がありすぎて。見ろ、神里家のお嬢様と旅人が来たぞ。舐め回すようなカメラアングル。小説の挿絵であの衣装は見たことあるけど、神里家のお嬢様が着るとまた特別な雰囲気があるわね。旅人さん、準備はできていますか。行こう、時間は有限よ。ええ、この後の戦いよろしくお願いいたします。顔良すぎんか。スクショット。始まりました、ラスボス魔宮剣豪。鬼やな。あ、彩香と共闘すんのかな。あら、映える。あ、スクショスクショ。オッケーオッケーオッケー、取れた、間に合った間に合った。めっちゃいいこのスクショ。雷主人公で来てよかった。え、あ、びっくりしたびっくりした。いや、二人で共闘した。剣術のことはよくわかりませんけど、会場の緊張感に当てられて未だに心臓がドキドキしています。いや、ちょっと美少女二人構えてるシーンテンション上がったわ。彩香とのコンビネーションです。旅人、神里彩香、え、模擬試合の勝利見事だった。おめでとう大将。うわ、サラ、お前も試合を見に来てたのか。では先に失礼させてもらう。おー、もう要件だけ話していっちゃった。
かっこいいな、九条やっぱり。来るか？どうしたの、あやか。話聞こうか。いえ、今になってようやく試合に勝った実感が湧いてきました。この試合で多くを勉強させてもらったと九条さんは言いましたが、実は私も同じ感想です。今日の模擬試合でこの願いは半分叶ったようなものでしたが、今度機会があればちゃんと勝負しよう。はい、でもその前にちゃんと自分の剣をしっかり管理してくださいね。いつか私に盗まれたら、あなたの命も私の手の中に落ちちゃいますから。おーおーずっとこういうセリフを言ってみたかったんです。おかしかったでしょうか。あざと聞いたわ。おい、お前たちゆっくり歩いて、何内緒話してるんだ。いつかちゃんと試合をして、どちらの剣術の腕が上か決めようと話していたんです。旅人さん、先ほどの話は二人だけの秘密ですよ。あOne more time. K.O. いやー、原神は万病に効くな、これは。ダメだ、私多分。おやこ、なんか言ったか？重い病気にかかっても原神したら治る気がする、私は。いいえ、行きましょう。ウィンクやばすぎるだろ。あー、これは綾香引く人出ちゃうね。やばすぎた、最後。オルツイ城の真似、ちょっと、したのね。うん。はい。じゃあまた明日配信やるんで、ぜひそれでお会いしましょう。じゃあ、オツです。ね、綾香、今回でね、聞きたいとかね、新衣装買った人もいると思うので、まあ、復刻も近いと思います。楽しみにしといてください。じゃあ、オツです。excuse me.